西室康史さん12月19日から2017年10月14日は日本の実業家。東京芝浦電機株式会社での勤務を経て、株式会社東芝社長、株式会社東京証券取引所社長、株式会社東京証券取引所グループ会長、日本郵政株式会社社長、株式会社郵著銀行社長などを歴任した。 株式会社東芝代表取締役社長株式会社東京証券取引所代表取締役会長兼社長株式会社東京証券取引所グループ取締役会長兼代表執行役日本郵政株式会社取締役兼代表執行役社長郵著銀行取締役兼代表執行役社長第33期慶応義塾評議委員会議長 東芝名誉顧問等を歴任。東芝でウェスティングハウスエレクトリックカンパニーの買収により巨額損失を出し、その後に社長となった日本郵政の海外事業買収でも同様の巨額損失を出した。また2013年から2016年まで在任期間にかんぽ生命保険の様々な不正が発生している。役職にこだわる性格で知られ、その経歴と 実績から、東芝内部では、東芝の闇将軍、財界では、肩書きコレクターの異名を取った。安倍内閣総理大臣団は有識者懇談会、座長なども務めたが、死後帝国ホテルで開催されたお別れの会には、安倍内閣の中枢メンバーらは欠席した。東芝に入社後、アメリカ現地法人である、東芝アメリカ社を立ち上げるなど海外事業を長く担当し、東芝を、 日本の一企業から世界企業へと飛躍させた人物である。東芝専務時代は DVD 企画の策定における各社の交渉役として活躍し、DVD 企画の策定及び DVD 企画の統一は西室によってなされた。東芝社長時代は東芝初の充電部門以外からの出身として期待され社内の構造改革を進めたが、業績を上げられなかった。 2000年代後半においては、東芝の相談役として、原発の世界トップメーカーである、ウェスティングハウスエレクトリックカンパニーの買収に大きな役割を果たし、世界の電力が原子力へと置き換わる、原子力ルネサンスと呼ばれる時代の動きにおいて、原発メーカーとしては、日本の小さい原発還元メーカーに過ぎなかった、東芝を世界トップの原発メーカーとなるまでに成長させた。 東芝の社長退任後も、日本の財界人としては海外に顔の利く数少ない人物として、東京証券取引所取締役などの財界の要職を歴任した。反面、社長を退いた後も、東芝社内でスーパートップと称され、陰性を敷いて長く経営に関与し続け、役員の派閥構想を引き起こし、2011年の福島第一原発事故後の、 原子力見直しの時代の動きにおいて、東芝が原子力から撤退できない状況を招いた。また現場には、チャレンジと呼ばれる、無謀な業績改善を強要し、2015年2017年と、東芝に二度の不正会計問題を起こさせ、東芝を世界企業から、倒産寸前の崩壊へと追い込んだ。しかし本人はこれらの責任を問われず、その後も、東芝名誉顧問として、 東芝の経営に関与し続けた。2013から2016年には、日本郵政社長の座にあり、豪州の物流会社通ルホールディングスを6,600億円で買収することを、ほとんど一人で決定したと言われるが、その結果日本郵政にも4,000億円の巨額損失を与えた。東芝名誉顧問として在職中のまま、2016年2月より、 慶応義塾大学病院の特別室に入院していたが2017年10月14日に老衰のため死去81歳没滑らかな英語で国内外のメーカーをまとめ上げるタフネゴシエーターとしての交渉力や1990年代に社長として東芝の経営改革を行い2000年代以降の東芝の土台を築き上げた経営者としての功績が 高く評価されている一方で、2010年代に、東芝が、経営危機となる縁員を作った人物でもあることから、東芝の光と影を体現した経営者と評される。山梨県鶴市出身。実家は絹織物の染色業者。小学校に上がる前から毎日、朝食前に、論語の素読をさせられる。小学校4年生時に終戦を迎える。高校時代は、 バスケットボールの選手として鳴らし、オリンピックの強化選手となったことがある。2年間の浪人生活を経て、慶応義塾大学経済学部経済学科入学。大学在学中は、学生自治会の委員長を務めていた。1959年、カナダブリティシュコロンビア大学へ留学。1961年に、東京芝浦電機に入社。入社3年目で、 アメリカに駐在員として渡米。東芝のアメリカ現地法人である東芝アメリカ社の立ち上げに関わる。日本とアメリカで電子部品の営業として実績を積む。1990年代前半、東芝アメリカ社副会長時代には東芝とタイムワーナーの提携を成功させる。1995年から1996年にかけての DVD 企画の策定においては 西室は東芝専務としてソニーや松下電気産業との難しい交渉をまとめ上げ、東芝が DVD 企画の策定において主導権を握ることに成功した。当時はソニーフィリップス連合が主導する MMCD 企画が次世代ビデオの本命とも言われており、東芝の主導する SD 企画との間で企画戦争が起こる可能性もあったが、 西室はワーナーを筆頭とする、米映画会社との交渉を行い、ハリウッドが東芝陣営に就いたことが決め手となり、ソニーフィリップス連合は、MMCD の開発を断念。MMCD 企画の一部が SD 企画に取り込まれて、DVD 企画が誕生し、次世代ビデオは DVD 企画に一本化され、全世代で行われた。 VHS 対ベータのビデオ戦争の再来は避けられた。その交渉力を買われて社長に就任することになる。1996年に策定された DVD 企画は、その後映画会社などの要望を組む形で多くの派生企画を生んだが、これも西室によって2001年には統一される。1996年に東芝社長就任。東大卒。 充電部門出身がトップを占めることが慣例だった。東芝において、携帯卒、半導体部門出身が社長となるのは異例であり、また8人抜きの抜擢というのも異例だった。西室は14年間に及ぶ米国駐在から、経営者としてはアメリカ流の経営を期待されたが、本人は東芝独自のやり方を貫き、それが評価されていた。西室は、 佐藤文夫前社長路線を踏襲する形で選択と集中を掲げ、東芝の得意な分野のみに資源を投入する路線を推し進める。この時期に東芝が中核としたのがパソコンと半導体だが、共に苦戦が続いた。半導体事業においてはソニーからプレイステーション2の画像処理チップの製造を受け負うという功績を挙げたが、 d l ラムで1999年に莫大な赤字を出したため、これまで東芝が中核としていた d l ラム事業の縮小という決断を迫られた。1998年9月中間決算には戦後初の赤字となり、経営改革が急務となった東芝を西室はゼネラルエレクトリック社に習った複合電気メーカーとして生まれ変わらせることを宣言し、また GE で成果を上げている。 統計的品質管理手法、6シグマを東芝に導入する。また、小さな本社路線を掲げ、時代のスピードに対応して、東芝本体の意思決定を早くするため、取締役の数を減らして、意思決定の権限を持たない、執行役員に任命するなど、東芝本体のスリムアップを進める。1998年には、執行役員制を導入。 1999年には、社内カンパニー制を敷くなど、着実に、社内改革に努めたが、しかし、総会やへの利益供与事件、半導体事業不振、米国における、フロッピーディスク装置訴訟和解による1100億円の、特別損失など不祥事や損失が、相次ぎ、社長退任まで利益は加工し続けた。なお、西室が導入した、執行役員制は、本来は、 東芝の意思決定を早くすると同時に、コーポレートガバナンスを強化する役割を果たすためであるが、現実は、西室の社長退任後における陰性の現況となり、逆に不正会計を誘発する役目を後に果たした。2000年に会長に就任。西室路線を踏襲した岡村忠社長と共に、東芝の改革、リストラを進めた。西室社長時代に行った改革は、 この時期に身を結び、例えば西室社長時代に提携したサンディスクとの合弁工場を四日市市に作り、D ラムから撤退してフラッシュメモリに資源を集中することを決めたのが2001年で、これは2000年代後半には原発事業と並ぶ東芝の中核事業となる。2001年には東芝が主導する形での DVD 企画の統一、ノートパソコン市場で、 世界トップなど、この時期は西室路線による選択と集中は非常に成功した。2003年には東芝の指名委員会等設置会社における指名委員会の委員長に就任し、東芝を指名委員会等設置会社に移行させる。指名委員会委員長である西室が東芝の次期社長を指名できる陰性の仕組みがこの年に完成した。東芝会長時代は、 第三世代高ディスクである HDDVD 企画の普及にも尽力する。当時は次世代 DVD の企画としてソニーフィリップスパナソニック連合が主導するブルーレイ企画と東芝が主導する HDDVD 企画が存在した。業界ではほぼ東芝医社が主導し記録容量でもブルーレイに劣った HDDVD が東芝以外のほとんどのメーカーが支持するブルーレイに 対してまともに企画戦争が行えたのは DVD 企画の生みの親として HDDVD に注力する西室会長の交渉力によるところが大きい。2003年の時点では東芝一社のみが推進する HDDVD に対しブルーレイディスクファウンダーズを設立して家電メーカー各社による連合が組まれたブルーレイの方が先行しておりハリウッドでも2003年に ソニーのハワード・ストリンガー CEO 自らが売り込みを図ったブルーレイが優勢だったが、西室は2004年に東芝会長としてとべして、各映画会社と交渉を行い、ハリウッドにおける HDDVD の支持率を44.6%までに高めることに成功する。2005年には企画戦争を避けるため、ソニー主導で企画統一の動きがまとまりかけたが、 これを東芝が蹴ったことで交渉は、決裂、激しい企画戦争となった。西室は、PC 部門の出身として、マイクロソフトとの交渉を行い、2005年には、マイクロソフトが、HDDVD の支持を表明、ブルーレイを標準対応した、ソニーのプレイステーション3に対抗して、マイクロソフトの Xbox 360対応 HDDVD プレイヤーの発売にこぎつけた。 東芝は NEC なども HDDVD 陣営に付けることに成功したが、最終的にこの企画争いは、2007年に、米レンタルビデオ大手のブロックバスター、大手小売店のウォールマートが、ブルーレイ陣営に付いたことで勝敗が決し、東芝も2009年には、敗北を認めて、ブルーレイディスクアソシエーションに加盟。これによって、次世代 DVD の企画統一が成し遂げられた。 企画戦争の結果、業界各社がブルーレイと HDDVD の間で様子見を行ったことにより、もともとソニーが DVD をスキップするつもりで1999年に生み出したブルーレイ企画の普及はかなり後ろにずれ込むことになった。2005年に同社相談役に就任後は西田厚人氏を社長に就任させ、西田を自身の後継者として陰性を行う。 この時期に選択と集中が行われたのが原発と半導体である。後に巨額の損失を出す結果となる2006年の米原発大手のウエスチングハウスの買収に関しては西室が元中日大使のハワード・ベイカー元上院議員を通じて米議会への働きかけを行ったことで実現された。約6600億円という 巨額の金額に批判もあった中で、選択と集中という名目からこれが断行され、また2011年の福島第一原子力発電所の事故後に原発見直し動きが世界で広がる中でも撤退ができなくなる状況となったことは、後に批判されたが、西室は名目上は、当時すでに権限のない執行役員であるため、何ら社会的責任を負わなかった。なお、 当時の西室は逆に東芝を世界一位の原発メーカーに乗し上げた立役者として高く評価されていた。2009年、西田の公認として佐々木則夫が社長に就任。西室は佐々木社長体制の東芝においても西田前社長をバックアップして東芝社内に影響力を行使し続ける。2009年のリーマンショックによる 半導体部門の巨額の赤字や2011年の福島第一原子力発電所事故後の原発部門の処遇などをめぐって2011年頃より表面化する東芝社内における佐々木社長派と西田前社長派の対立の最中東芝の主導権を握ろうとする佐々木社長が強引に進めたプロジェクトがテキサス州に改良型沸騰水型軽水路を建設するという サウステキサスプロジェクトである。すでに、福島原発事故後ということで、共同で参画していた GE、日立が手を引いて、東芝単独での事業となったが、2016年時点で、稼働時期未定、約720億円の損失を生むなど、これは2010年代後半には、ウエスチングハウスと並ぶ東芝の不良再建となる。このように、意思決定の権限を持たないはずの、 執行役員らによる不毛な派閥争いの結果、東芝は時代のスピードに対応できず、どんどん不良再建を抱え込むことになった。一方で現場にはこれらの損失を埋め合わせるため、四代前の社長である西室をはじめとする歴代社長らが複雑な権力構造を通じて、チャレンジという名の無謀な業績改善を現場に要求したことが、 東芝の粉飾決算を生む体質を作ったとされる。チャレンジの結果、佐々木社長時代の2012年9月には、624億円の売上に対して651億円の営業利益を上げるなど、売上高よりも営業利益の方が多いという異常事態であったことが、後に判明するが、東芝のコーポレートガバナンスを担うべき存在だった、はずの東芝総談役。 西室はこれに全く気づかず、後にすべて佐々木社長と西田会長の責任だったことされた。なお、東芝のチャレンジに最も積極的だったとして現場に像をされているのは西室ではなく、課長、部長時代に自らチャレンジに加担したもかかわらず経営者となった後に部下にそれを強要し、不正会計問題後にも会社に残った。 半導体のカリスマとぼう経営幹部とのこと。佐々木社長は原子力畑の出身であり、ウエスチングハウス買収の際も、西田を献身的にサポートしたことが評価されて社長に据えられたが、わずか1年で表返して西田と対立するに至ったことへの西田、西室の失望は大きく、2013年に佐々木は失脚、社長退職者は会長として、 経営に関与するという東芝の慣例に沿わず、佐々木は経営から追放される。東芝会長に泊まった西田は田中久夫を東芝社長に据え、自身も陰性を施行とした矢崎。2015年に発覚した不正会計問題によって西田会長、田中社長は共に失脚する。もともと西室と西田は共に経団連会長の座を欲していたため、 西田が2009年に経団連副会長となった後、西室と西田との関係は必ずしも良くなかった。西室は西田が経団連会長となることを阻止するため、かつて自身が東芝社長に据えた岡村が現在は日本商工会議所会頭であることと同じ会社から経団連会長と日本商工会議所会頭の両者は排出されないという慣例を利用し、 西田が経団連副会長である間、岡村が日本商工会議所回答を辞めないようにという裁定を行った。結局、西田は経団連の副会長止まりのまま失脚し、2016年には不正会計で東芝に損害を与えたとして、西室相談役率いる東芝から佐々木と一緒に民事訴訟を受ける立場となる。このように西室はリーマンショック後、 福島原発事故後という南極において、東芝社内の派閥構想と同時に、財界活動も熱心に行い、自民党の安倍晋三総裁とも、親交を深め、2012年には首相に就任した安倍によって、郵政民営会委員会の委員長に抜擢される。2015年に発覚した、東芝の長年にわたる粉飾決算などの不正会計問題の指摘を受け、佐々木、 西田、田中が失脚した後は、東芝における西室の影響力は帰って強まり、同時期に日本郵政の取締役を兼任しながらも、その後も滋賀重半、綱川里氏を東芝の社長に推薦して陰性を敷いた。しかし一連の会計不祥事に関連して、幹部 OB や顧問が意思決定に関与し続ける経営体制に対して社会的な批判を浴び、 相談役制度を廃止する流れとなり2016年内に退任することとなった。2016年、東芝の相談役制度の廃止と同時に名誉顧問のポストが新設され、西室は岡村らとともに東芝名誉顧問に就任。不正会計に関与したとしてすべての責任を負った西田、佐々木、田中の3人の元社長に対し、それ以前に社長を務めた渡り、 佐藤、西室、岡村の4人の元社長は、権限のない執行役員という名目で、不正会計に関与しなかったとされたため、いずれも70代から90代の高齢ながら、名誉部門として引き続いて東芝に残ることとなった。西室は、その後も東芝本社38階の西室ルームと呼ばれる執務室にて指揮を取っていたが、2016年夏頃に体調を崩したため、 本社には顔を見せなくなった。2017年に発覚する東芝の二度目の不正会計問題でウエスチングハウスが7000億円の損失を出したことが明らかとなった。2017年にはウエスチングハウスは倒産。その損失を埋め合わせるために東芝の半導体メモリ部門を分社化の上で売却。その他の部門もほとんど分社化され、西室が 東芝社長に就任した1996年には約7万人いた東芝従業員が約4000人にまでスリムアップされるなど西室体制の結果として東芝は桁違いにスリムな会社となるに至った2017年4月12日この時点で4人いた東芝名誉顧問のうちで唯一の90代であった渡杉一郎が死去したため 全員が90歳未満となった。2017年には、綱川里市社長のもと、東芝の経営再建のために大規模なリストラが行われたが、西室はリストラされず、引き続き、東芝名誉顧問に止まった。なお、2017年時点の東芝社内では、二度の不正会計問題でも失脚しなかった西室を、筆頭とする四人の東芝名誉顧問と、 東芝セミコンダクター社のメモリ事業部の課長、部長時代に半導体部門の業績改善に大きな功績を挙げて、東芝社長にまで上り詰め、不正会計問題後にも会社に残った室町正氏、特別顧問の5人が、老害として憎悪の対象となっているという。2005年に東京証券取引所会長を就任。 就任直後の2005年には j イコム株大量誤発注事件が発生し、東芝の社長職を兼務して事後処理に奔走した。2006年のライブドアショックでは全銘柄取引停止という異例の措置を行った。ライブドア事件においては、たった一度の粉飾でライブドアを上場廃止としたが、これはライブドアが日本放送株を大量取得したことに、 対する見せしめであったという指摘があり、一方で翌2007年に粉飾が発覚した日光コーディアル証券に対しては上場維持としたことに対しても政財界の意向を組んだ政治的な判断が働いたという指摘がある。2015年に東芝の不正会計問題が発覚した後、粉飾の関係者が東京証券取引所会長を務めていたことは批判された。 2012年には、郵政民営会委員会委員長に就任。同委員会は、日本郵政グループ参加の郵貯銀行が認可申請している住宅ローンや、それに伴う損害保険の募集、法人向け貸付けについて条件付きで容認すると発表した。その後、2013年には、日本郵政で代表取締役社長を務めた。後に、 巨額の損失を出す結果となる2015年の豪物流大手のトールホールディングスの買収に関しては約6200億円という巨額の金額に批判もあった中でこれを断行したため西室の負の遺産ともされた。買収直後の2016年にはすでにグループ内で問題となっていたが後に利益を生む可能性が否定できなかったため2016年度における 減損処理を行わなかった。ただし、トールホールディングスのの連ん問題に際しては、2016年中に西室が退職したこともあって、2017年という早い時期に減損処理を行うことができ、東芝とは違って粉飾などを行わなかったため、日本郵政が評価されている。2015年4月から約1ヶ月半の間に、 ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長を務めた。2015年5月には、日本郵政の社外取締役に、村岡富夫、東芝常任顧問を招聘しようとするなど、日本郵政においても、東芝時代の人脈を活用しようとしていた矢先。2015年7月に、利益水増しによる、東芝不正会計問題発覚。村岡は、 東芝不正会計問題調査のための第三者委員会の方に招聘されて、左問を受けることとなり、西室自身も不正会計への関与が取り沙汰される中、2016年2月、突如、慶応義塾大学病院に検査入院し、そのまま退院の目途が立たないとして、日本郵政の社長を退任した。公認の日本郵政社長には、すでに郵貯銀行社長の公認としてついており、 日本工業銀行出身の長戸製三次が、ゆうちょ銀行の執行役を退いた上でついた。2017年にトールホールディングスの連帯問題の発覚後、東芝の粉飾の関係者が、日本郵政の取締役兼代表執行役社長会長を務め、しかも両者で大型案件を強引に推し進めて、共に多額の損失を発生させたことには、多くの批判を受けた。 日本郵政におけるトールホールディングスののれんない問題は東芝におけるウエスチングハウスの問題と全く同じ構図だと報道された。また2013年から2016年までの日本郵政在任期間にかんぽ生命保険の様々な不正が発生している。国内外の政財界に顔の利く日本では数少ない人物として国内外の要人からの辛抱も扱った。 2012年、安倍晋三首相の就任後すぐ、当時の日本郵政株式会社社長であった、坂敦郎が解任され、同社を監督する立場である郵政、民営会委員会の委員長を務めていた西室が社長に登用された。2015年、安倍晋三首相による戦後70年談話に関する有識者会議の座長を務めた。2015年、 日仏経済人クラブの設立メンバーとして、また東芝の経営者として、フランスに大きな雇用を生み出した功績で、フランスのローラン・ファビウス外務、国際開発大臣より、レジオンド・ヌール勲章を授与された。西室は、中国の政府系ファンド、中国投資有限責任講師の有識者会議のメンバーに選任されている。ありがとうございます。